フリードリヒビルヘルム・フォン・シャドウ、または、シャドウは、ドイツの画家。ベルリン出身。ベルリンに生まれた。父親は彫刻家のヨハン・ゴット・フリート・シャドウである。父親から彫刻を学ぶが、絵画に展示、売中に学んだ。1806年から1807年の間は、軍務に着くが、1810年から彫刻家となった、兄のルドルフと共に、ローマに旅し、 ローマでキリスト教美術の復興を目指す画家集団ナザレ派の指導的立場の画家の一人となった。カトリックに改修し、後年キリスト教の視覚芸術への影響についてなどの著作を行うことになった。ローマでプロイセンの外交官ベルトルディの援助を受け、仲間の赤い画家ペータン・フォン・コルネリウスやフィリップ・ハイドラとベルトルディの屋敷の壁に宗教を題材とする。 フレスコ画を描いた。ベルリンの有名な美術学校の教授となり多くの弟子を育てた。この間、多くの教会のために絵を描いた。1826年に、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられ、その仕事を30年以上続けた。シャドウの宗教的な思想は、教授のハインリヒ・クリストフ・コルベと対立し、コルベは1832年に美術アカデミーを去った。 優秀な美術アカデミーの学生が選ばれて、教会のフレスコ画を描かせた。シャドウの教えた学生には、ミュッケなどがいる。デュッセルドルフ美術アカデミーは、国際的な評価を得るようになり、アメリカからも、ジョージ・カレブ・ビンガム、イーストマン・ジョンソン、ワージントン・ウィットレッジ、リチャード・ケイトン・ウッド・ビル、ウィリアム・スタンレー・ヘイゼル・タイン、ジェームズ・エム・ハート、ウィリアム・モリス・ハント、エマヌエル・ロイツェラが、 デュッセルドルフ美術アカデミーで学んだ。ありがとうございます。